よし、行きましょう。あってどれくらいでしたっけ？6時間7時間波乱万丈で半年間なんとか一人で生き延びて、今は夢の中みたいだ。まあどっちかっていうとほとんどは悪夢ですけど。チーフ、大丈夫？前に言ってたコルタナの件、手をこまねいていただけだったの。あなたの任務はコルタナの破壊でもしなかった。どうして？俺に使わせるため、博士はお前を初期化した。使ったんでしょう。ああ。で、どうなったの？お前を狙ってアトリオックスがインフィニティを襲い、俺たちは負けた。あいつに見事にやられた。完封なきまでに奴は容赦なかった。次に目を覚ましたらこのペリカンの中だった。誰に殺されたのか知りたいのね。彼女の存在は大切だったんでしょう。彼女は このリング他とは違う。何かありそうだ。だから私が第二の戦闘です。どこに降ろします？近くだ。ここまでです。片付いたら連絡を。戦闘を見て、すごく新しい、進化してる。前のと全然違う。ここで間違いないんだな。ええ、司令戦闘といったところね。ここから修復を指示してるのよ。止められるのか？多分入り口を探さないとダメね。開けてあげる。大丈夫か？多分大丈夫。ちょっと問題ありかも。何かと誰かさんが戦闘へのアクセス手順を変更したみたい。プラン B は？それもやむなしって感じね。オッケー、 B ね。あのビーコンはリングの広域通信網の一部よ。あらゆる周波数、あらゆる用途に調整可能。ほんと大したものの中にパルスを使って本来のシーケンスを再構築できるはずよ。はず？即興で考えた計画だもの。
れ見える宇宙服、何かしら。アンシーだ。このリングからジャンプを蹴ったれ。
さっきはすみませんでした。逃げたくはなかったんですが、どうしても問題ない。よくありません。あの時もそうだった。インフィニティで身を隠して奴らをやり過ごしたんです。何をやってたの？何のために？何のため？仕事よ。俺は技術系の仕事をしてた。民間業者というか、まあボランティアだな。ただ手伝いたかった。だけど何もできなかった。終わったよ。チーフが倒れたと聞いてもう負けだと思ったんです。逃げるしかなかった。そうするほかなかった。そしてこのペリカンを見つけ飛び去りました。決して振り返らなかった。そして俺は一人になったんです。もういいわ。こんな気持ちわからないですよね。
きましょう。ビーコンの中に入らないと入り口を見つけましょう。やりましょう。それじゃあこれでどうかしら。あれ、ダメかも。どうした？再構成できない。全部じゃないけど足りないデータが。なら手に入れよう。随分と物々しい検問所ね。島の反対側には誰も行かせたくないってこと。連中中役者不足なんだ。結構徹底的に破壊するぞ。セキュリティの操作装置は前方に見えるゲートハウスにあるわ。もう攻めに来たというのか。
隠れられるとでも思ったか。殺す。エネルギーを得ている。上の崖にある建物の中よ。了解。
撃を受けろ。それが氏とは以前からの縄張りを失い、 UNSC は数ヶ月ぶりにこの辺りを自由に動けるようになったわ。あなたは一人でそれを成し遂げたのよ。これで奴もあなたを警戒するでしょう。